皆様こんにちは。資材を担当しますプロゴルファーの毛深義弘です。本日もこちらアコディアゴルフ技術研究所さんにお邪魔しております。皆様こんにちは。データ分析を担当するプロゴルファーの小島啓太です。今回も毛深プロによる資材のインプレッションとトラックマンフォート GC クワットという素晴らしい機械を2台同時に使ってですね、クラブの性能を評価していきたいなというふうに思うんですが、今回打ち比べです。打ち比べ楽しいやつですね。なのでしっかりやっていきましょう。お願いします。お願いします。今日のクラブは、今日のクラブはというか打ち比べなんで、打ち比べですね。ヨネックス E ゾーン GT ドライバーのタイプ S とタイプ D を打ち比べようかなと、こういう感じ思います。タイプ D とタイプ S、はい、こちら同じ純正のシャフト、シャフトで打ち比べたいです。でロフトは今回9度使います。はい、まあ、スピード帯としてはどうでしょう。42メーター前秒ぐらいで単純に打ち比べたいなと思うんですよね。どっちからでも、はい、まず見た目どうですか。違い、いやこれ面白くて、うん、あの D がドローバイアスでしょ、うん、S がまあ通常だと思うんだけど、まあ、ストレートだと思うね。ストレートか、うん、D の方がディープに見える。あ、S がこっちが長く見えるのよ。で ここの高さも高く見えるの。どっちが D が、へえ、これ面白いなと思ってさっき見てて。投影面積としては小さく見えるってこと、うん、小さく見える。そういうことだよね。すごい小さく見える。で打つと捕まんだから操作しやすいというところも入るんじゃないかな。 D の方が操作しやすさを入れたってこと、まあ返しやすいというか、そういうこと。これ面白いですね。そうなんでちょっと楽しみだ。どっちからいきますか。で D からいきます。 D からいくのね、うん、でシダで使うボールはいつものように、はい、プロ V1 で、はい、行こうと思います。よし、42m の、まあ、普通に普通で打ってもらえる、はい。お願いします。お願いします。ほう、綺麗な球だな。ドローだよね。うん、D。すごく D。うん、どうする？44だけど。44で行こうよ。クラブスピード44で行く。ありありでいいですか。じゃあ40、今 3.9 なんで、うん、はい、いいと思います。いや、ぐらいのスピードで打った方が合うような気がする。あ、そのぐらいで打ちたくなるってことね。そう、その構えたフォルム、ね、構えたフォルムとかも含め、打つ前に打ってよ。あ、打つ前に ね、まあ、いい。打ってからね、後付けになっちゃったね。OK です。で、まあ、データ見ていきたいんですけど、はい、ボールスピードが 64.6 メーター毎秒、うん、打ち出し角が14度、14度、スピン量が 2295rpm、 いいんじゃない。いやすごい。落下の角度は 34.6 度、まあ、234.4 キャリーの 262.8、 うん、素晴らしい。打ち出し方向が 3.1 度右に飛び出して、うん、まあ、アクシスはちょっと強めだけどね、 15.4 度左に傾いて、うん、でも、うん、サイドとしては 3.1 ヤード左。あ、じゃあ、まあ、まあ強めなドローって感じだよね。ああ、そうだね、うん、で打点としても、9ミリ等の4ミリ上ですね、うん、まあちょい先ぐらいですね。ほぼセンター。まあタイプ D だよね、うん、タイプ D。 いやで同じシャフトで、これ同じシャフトなんですけど、はい、同じシャフトで、タイプ S を打ったらどうなるかというところですね、はい、
ます、はい、おなるほど、うん、スピードはほぼ一緒よ。一緒、うん、そしたら明らかにヘッドの違いの差が出てる。シャフト一緒でスピード一緒なら S と D の球質の差がすごいですよ。おっしゃる通りですね。今のでクラブスピードで 44.2m まで、うん、でボールスピードが 65.9 で打ち出し角が 11.4 度、うん、でスピン量が 2990、うん、で落下の角度が 35.9 度、キャリーが 240.7、うん、トータル 264.5 ヤード、 1.3 度右に飛び出してアクシスは 3.7 度右に傾いて、右でしょ、うん、でまあ、ほぼまっすぐ飛び出して落ち際だけちょっと右ぐらい、うんうん、でサイドとしては、13.6 ヤード右にキャリーしたと。あ、13度もいってんだ。だからまあちょっと右ではありますね、うんうん、で打点としては8ミリ等の3ミリ下なんで、うん、まあ、ほとんど打点も変わんないし、うんうん、そうですね、スピードがちょっと遅かった部分とか、うん、ちょっとスピンが増えた部分っていうのは、うん、弾道による違いだったんです、うんうん、ちょっと捕まったからタイプ D はスピンが少なくて、うん、ちょっと初速が上がったんだけども、はいはい、それがそうじゃないとほぼ同じ、うん、一緒、つまりこの比べっていうのは弾道の好みによって分けられるかなっていうふうに、非常に分かりやすいチョイス、うん、ね、こんな感じじゃないですか。いやいや本当にその数値は別に打った感想として、うん、S はちょっと捕まりづらいっていうか、うんうん、左行かない、うんうん、D はしっかり捕まってくれるっていう、うん、その違いが出た2球だなと思った、うん、だからなんだろう、選びやすいんじゃないかなと思って、まあ、非常に分かりやすいチョイスかなっていうふうに思うんで、うんうん、大丈夫かなと思いますので、うん、分かりやすかった。高橋さん、もう D のが高い？高さ、うん、落下の角度でいうと、うん、D が 34.6、 ノーマルが 35.9、 だけどそれは捕まった分低くなった。ああ、そういうことね。そう、ちょっと右逃げた分高くなった。だから、まあ、かなりニアリーイコールというか、あの近いと思います、高さも。あ、じゃあ本当に捕まえたい、あんまり捕まえたくないっていう選択肢で選べる。で選べると思う。あ、なるほどね、はい、非常に分かりやすい。そうだね、うん、ではこれからですね、はい、ちょっと楽しいことやろうかなと思ってまして、はい、シャフトを、うん、岩井姉妹さんが使ってるシャフトがあると。、うん、なんかおかしいですか。いや、いいと思うよ。カイザーL っていうシャフトと、うんうん、カイザー M っていうシャフトがあって、うん、ちょっと見てもらおう、はい、重さで言うとカイザー M が 57g、 トルクが 3.8mg で中上子ですね。でカイザーの L、 はい、 L がピンク 56g でトルク 3.8 で先中上子で、こっちが57g で、トルク 3.8 に中調子。それを打っていこうかなと思うんですけど、はい、お姉さんと、なんて言うか、あの、任せた方がいいわ。岩井明恵プロが、が M、こちらですね。M の方ですね。うん、で、L の方を、キャットプロが使用されている。じゃあ、どっちからいきますか。どちらからがいいですかね。わかんないです。じゃあお姉さんからいきましょう。お姉さんから。お姉さんから。お姉さんは、お姉さんは M です。 M ですね。はい、はい、で、ヘッドはタイプ S ね。そうなんですよね、うん、姉妹ともタイプ S を使うということで、タイプ S でシャフトを比べてみましょうと、うん、いや、打ち比べて思ったけど強いじゃない、球が。球がね、うん、で実はプロテスト、僕がプロテスト受かった時の使用クラブがヨネックスのナノ V ってやつだったんです。あ、懐かしい。多分カーボン使った初
なんじゃないかなと思う。結構前ですか。え、もう20年ぐらい、ね、そうですよね。カーボンに強いんですよね、なんかね、ユネックスがね。そうですよね。あのバドミントンとかああいうのも、はいはいはい、カーボンフレームとかそういうやつだから、はい、だからシャフトもユネックスでこう作りますもんね、独自で。だから強いんだなと。はい、じゃあカイザー M、はい、S、 まあ、S 相当ぐらいなんでしょうね、うん、書いてないですか。 S です。 S でした。5の S ですね、うんうん、57グラムだから。ああそうですね。どうですか、しっかりちょっとしてそうな、うん、手元が硬く、ここら辺が硬い気がする、うん、で、ここからこう動く感じがする。なるほど。どのぐらいでいく ?44 ぐらいで、ちょっと普通に振ってみていい。普通に打つの、うん、自分がいけないかな。どうぞなんか投げやりじゃなかった。いや、そんなことない、そんなことない。今の僕は投げやりじゃなかった。そんなことないよ。そう、じゃあお願いします。お願いします。うん、頭強いな、うん、はい。今のでトラックマンでクラブスピード 44.4 です。 44.4 やっぱりノーマルのシャフトで打った時と一緒に、うん、ように捕まりきらない感じはちょっとあるかもしれない。そうですね、うん、でも明らかにこっちの方がもうちょいノーマルのシャフト使うよりも触れた方が使いやすいかなと思う、うん、まあ、どうなんですかね、先がしっかりする感じがする。うん、うん、そうですね。今のでボールスピードが 66m/h なんですよ、うん、じゃあ岩井姉妹がどのぐらいのスピードで打ってるかっていうと、うん、まあ関係者とか、うん、ツアーの人たちから聞いた話によると、まあ、63-64m/h じゃないかっていうふうになります、うんうん、そうするとそれよりはスピード速いんですね、うんうん、ですね。はい、じゃあシャフトを変えてみましょう。はい、今打っていただいたのはカイザの M、 M、 今度はカイザの L、 L になりますね。すみません、カイザの L は誰が使ってるんでしょう。スタートプロ。はい、スタートプロです。そうか、これはちょっと先ほど説明したんですけど 56g のトレッツ 3.8 の先中調子、はい、先中調子ちょっと先がしなるんじゃないかと、うん、違うね。あ、その感じある、うん、やっぱこうなる。なるほど、はい、じゃあクラブスピードとしては44.5ぐらいで終わりました。座ってるなら、うん、こっちの方が少し安心感あるかな、捕まる、うん、スピードはまあほぼ一緒ですね、うん、43.9、まあ、0.5m 遅いですけど、うん、で、まあ、ボールスピードは 65.2 なので、うん、まあクラブスピードが落ちた分ボールスピードが落ちたから、うん、だからシャフトによってどっちが速いよっていうわけじゃないと思います、うんうん、で弾道としてはもう限りなく揃ってますね。打ち出しの角度が 11.8 度、スピン量が2916、まあ、先ほどが 11.3 度の3012なんで、ああ、まあ、ほぼ一緒です。ほぼ一緒だね。で落下の角度当然そうなると 35.5 なんで、うん、それも限りなく近いです。でキャリーが 237.6 のトータルが 263、うん、263、うん、まあ、一緒だよ ね。で 1.3 度右に飛び出して、2.7 度アクシスが右に傾いたという状態です。で、まあ、気持ち捕まったかなっていうぐらいですね。うん、でサイドとしては、14ヤード右、右、はい、
で打点としては8ミリ塔の真ん中です。真ん中、うん、はい、うん、そんなに違いありますか。いやちょっとじゃない、ちょっと、うん、でも右逃げる不安感はこっちの方がやっぱ少ない。先が来るからね。来るから、うん、うん、でもなんかそんなに来すぎない感じもするんだな。あ、データ上、うん、まあ、うん、ちょっとだろうなっていう感じはする、うん、だからこれでボーンって捕まったら、うん、シャフトの大きな差は感じるけど、うん、そこまではないなとは思う。そうだね、うん、だこれは多分シャフトの好みだと思います。好みだね、うん、ただそんなに極端にこの2つのシャフトが違うとは思えないかな、うん、これ2人ともカチャカチャやってるんですかね。2人ともやっぱりロフトつけてる、うん、やっぱそうだよね、まあ、つけたくなるよね、うんうん、一発だけ打ってみる。ロフトつけて、ロフトつけて、ああいい、ポジションが H ポジションだって。 H ポジション、うん、H ポジションありました。何度変わるの。何度だと思う。1、まあ、見てみて答えてくんないんだねすごい。何度だと思う。これ H ポジションです。あ、ちょっと全然顔が変わった。 1.5 正解。 1.5 1.5 っす。左向いた。もうすごい向いた。見たいっす。全然違うよ。あ別物だよ。あ、これ左向いたね、うん、あ、これ向いたね。これマックス D に近くない。マックス D タイプ D ちょっと近くない。あ、ねえ、なるほど。あ、これ顔違いますね。違う。この顔ケブニーはどうなんですか。ちょっと左に向いてる感じ。ちょっと左向いてる感じがする。僕好きなんだよ。好きだろうね、うん、これはプレイヤーによって分かれるだろうね。分かれるね、うん、でもこれ捕まりがこれである程度の適正なんだったら、うん、左向いてても関係ないからね。関係ない。44、5、関係ないね、うん、見た目の好みな感じはするよね。あ、そうだね、まあ、弾道で極端にじゃあ上がるかっていうと、うん、上がってはいない。上がってないよね、うん、逆になんか僕はもう見た目から入ってくる要素の方が大きいんじゃないかなっていうふうには思う。なるほどね。で結局今はロフトが見えてちょっと捕まるから、うん、捕まりそうだからちょっと抑え気味の逃がしたよね今ね、うん、多分ね。だそういうことなんだと思う。だプレイヤーの好みに合わせて変更していけばいいと思う、うんうん、実際にこれ本当に 1.5 ついてる状態のまんま打ってるんだとしたら、うん、もっと球浮くはずだから。そうだよね、調整が入っちゃってるんだ。だからそういう意味でもプロ好みのヘッドって言っていいんじゃないかなと思います、うん、君に今回のヨネックス E-Zone GTタイプ S、タイプ D 打ち比べどうでした。このヘッドの違いで、選びやすいヘッドプラスカチャカチャでさらに細かく自分に合うセッティングができるかなと思うので、いろいろ試してみてほしいなと思いますね。そうですね、僕もこのヘッドの2種類と、うん、あとシャフトも純正のシャフトと、うん、このカイザーの M と L ですかね、うんうん、これを使うとですね、結構多くのプレイヤーがハマるケース多いんじゃないかなと思うので、うん、そうですね、ぜひ自分に合う組み合わせを皆さんは見つけてみてください。お願いします。